ニオイフェチのユートピアのドヤカレス機を紹介するのはこちらマフェックスのターミネーター2から T800 と T800 のバトルダメージバージョンでございます はい、実は買っておりましたけども、だいぶだいぶ放置してたこの2体のマーフィックスターミネーターね。シュワちゃんのターミネーターがね、このクオリティでね、フィギュア化でございますよ。こっちはかなり武装はいっぱいあるけども、こっちは割かし本体メインな感じなので、そこまで付属品はない感じかな。まあ、サクッとね、2体見ていこうかなと思いますよ。ターミネーター2といえば、やっぱり僕の世代ではね、非常に思い出深い作品ですからね。買わないわけには、 いかないでしょうね。なかなかこの通常版の T800 は結構ブリスターの時点でボリュームがありますね。おい、取り出した。あはは。めっちゃシュワちゃんのデコ。これよ、これ。 これがアーノルド・シュワルツ・モーカーですよね。たまらん。かっこよ。で、もう一個。こっちは割と内容はサクッとしている感じかな。うい。ダメージ版わ。たまらん。これね。映画の終盤のね、姿でございます。うわ、グロ。非常にこれも、クオリティは高め。じゃあ、とりあえずいっ、 体ずつ細かく見ていきましょうはい、まず、通常版の t 800を見ていきますけども、お顔はこんな感じで、サングラスをしているのがデフォのチットパーツとなっておりますが、めちゃくちゃシュワちゃんですね。あ<ー>あすごい横から見てもめっちゃ シワちゃんいや造形はすごいですね、まあ、特段塗装も問題はないですしデジプリが一部使用されておりますが特段ズレもなさそうですね眉間のシワがいいですねこのサングラスぶち食い込んだようなねこのねフェイスがたまらんのですよねで特に表情もないところが非常にね殺人マシンロボットっぽい感じがするのでこの辺も良さげでございますいやいいね交換用ヘッドパーツにはサングラスを外した T800 のヘッドパーツ属しております おりますどうですかねシュワちゃんっぽいですかね、まあ、若干の違和感はあるっちゃあるんですが、多分造形とかは非常にね、アーノルド・シュワルツネッカーでも横顔とか地元のね、感じとかも非常に本人そっくりではございますね。塗装なのかな塗装でちょっと気になるというか、ズレなのかななのかわかんないですけども、まあ似てますよね。あやっぱ角度によって でかなりシュワちゃんですね陰影の付き方によってもかなりシュワちゃんの雰囲気が出てきますよねいやいいねいいね僕このぐらいの角度の方が好きですねボディはこんな感じになっておりました ではい。奪った服のね、この革のジャケットとかも軟質素材で塗装も施されておりますと。まあ、特段ここも問題もなさそうですね。ここも細かいですね。中のシャツとかもしっかり、シワの造形とかもされております。腕はこのような感じになっておりまして、こちらもね、ジャケット着てるので、全体的には太めで、シワもしっかり造形されております。穴のようなものも開いてますが、これはあれなのかな銃弾の跡なのかな交換用手首パーツに 握り手首に開き手が3種類に10の持ち手首が1組ずつと特殊な形状をした持ち手首パーツこれは左右1個ずつ付属しておりますそしてグローブをしたタイプの交換用手首パーツも開き手2種類に10の持ち手首だったりっていうのが4種類1組ずつ付属しておりますで下半身周りはこのような感じで黒いパンツ履いてるので見た目は割とシンプルでございますブーツとかのの金具の、ね、塗装とかも もしっかりされていたりだとかこのパンツの裾のねチャックのところも塗装されているので意外と細かいところまで再現している背中から見るとこのような感じでやっぱりジャケットめちゃくちゃ穴開いておりますねジョンコナーを守るためにね銃弾を受けているのかなという感じがしてとてもグッときますけどもまあこの辺も特段問題なしですねほぼ黒一色ですね背中とかはねもうこの辺も特段違和感はないかなと思います非常に見えづらいこの台座のパーツどっち T800 にも共通ししてて付属しておりますということでマフェックスの T800 ターミネーター2版をね見ていきましたけどももう僕の中でのターミネーターといえばこのターミネーター2のね T800 なのでこれがねこのサイズでフィギュア化したのマジでうしいかっこよっやっぱサングラスでしてる姿がね一番似合うかなと思いますが、ね、いやいい,いいなもうねたまなんですよねいやもうシュワちゃんの代名詞ですからねターミネーターうわうわっ <laughs> マジでタイトシュちゃんかっこよすぎる男心くすぐりますねもうこの造形だけでもめちゃんこ楽しめますが可動域見ておきましょう首の回転はここ良好でぐるぐるんですで肩の可動も非常によく動かせますね回転も問題はなし肘もしっかり曲げることできるので腕周りはよく動く腰もぐるんぐるしっかりと動かせますとで開脚も前後左右しっかり開きますね膝もしっかり曲がるただ 位置性だけちょっとと微妙ななころなので全体的にはでも非常によく動かせる T800 とになってます買ってちょっと放置しすぎたのか何なのか分かんないですけどもこのね手首をマウントしておけるこの透明なパーツとね手首パーツがなんか癒着してんのかね結構ね硬くて。 取れないんですよねあ取れたこれね、折れたりしたらね、怖いんでね。あ、でも、癒着してるっぽいですね。塗装がついちゃってるので、これはマジで要注意だと思います。放置していたからではなくてよかった。これはライフルが仕込まれたバラのね、プレゼントボックスでございます。これ嬉しいですね。まあ、ジョーンコナーと初めて会う時にね、これをね、小脇に抱えて、こっからライフルを取り出すわけですからね。これ立体化してんのすごいな。この蓋のところの膨らみみたいな。 なところはあれなのかなライフルの何かなのかなこちらはショットガンでございますね。割と使っていた印象はめちゃくちゃあるアイテムでございます。バイク乗ってる時とかもね、まあ、くるくるね、弾を装填しながらね、使っていたインパクトはめちゃくちゃありますよ。これかっこいいよね。で、これがショットガンをくるっとね、してる時のものでございます。これ別パーツで付属するの嬉しいよ。こちらはハンドガンでございますね。これも小さめではございますが、造形塗装はしっかり されておりますと、まあ、ほんと今回付属する武器の中では一番控えめなやつこれは確か特殊部隊が使っていた催涙弾が入って グレネードランチャーだった気がします T-800 が奪って使っておりましたね殺傷能力がないものではございますがなんかスポンスポンってね弾がね飛んでいくシーンの印象がめちゃくちゃありますバラのプレゼントボックスをね小脇に抱えさせてみましたとこの T-800 とジョン・コナーが初めて皮を合わせる時のシーンですよね廊下でね反対側からね t 線が来て反対側から T-800 が来るというジョン・コナーにとっては絶対説明の状況ですがね <laughs> T-800 はここからねジョン・コナー作るんですよねたまなんですよね かその時に身を挺して背中で銃弾受けていたんだったんだっけなまあ、最近ね、なんかテレビでもあんまりやってくれないからターミネーターズ。もっとね、やるべきだと思うんですよね。こんな感じで両手持ちもすることができるようになっております。手首パーツ非常に細やかな表現までに、ね、ついてくるので、こういうポーズも撮れるわけですよね。めちゃくちゃかっこいいですね。ジョンコナーを最初に守る時とかのシーンが印象的だったので、細かく再現できるのは嬉しいところ。結構手首が外れる。 あれだよねやっぱりバイクも欲しくなるけどもねこのサイズに合うあのバイク高そうですねあったりするのかなリロードしてるこのシーンも再現できますがこれはやっぱりバイクに乗ってる時にね片手でクルクルしてた武器が印象的なのでいやバイク欲しいですねでこれもねあんまり安定感もあるね手首パーツもないので結構ポロポロ落ちるのでまあこ,これは今回の撮影終わったら使わないと思いますハンドガン持たせてみましたと他の武器に比べてちっちゃい武器なのでめ めちゃくちゃシンプルで影薄い感じがしますが他のフィギュアにも流用できそうな大きさではありますよねやっぱり豪快にぶっ放す T800 の方が僕は好きですはい催涙弾が入ったグリニードランチャーを持たせてみましたとで再現度はちょっとね上げるたびにさダメージ版のヘッドパーツつけたんですが普通に互換性あるってよかったですね、まあ、ダメージの具合は違うにしてもさ特殊部隊にねそのまま銃弾をね受け止めていたのでね皮もダメージを負っていたんですよねでこんな感じでねポポンポン再類弾 撃ってたんですよね自分は効かないですからね、ルーダ弾ね。このシーンまで再現できるのはマジでマフィックス変態ですよ。イル弾使ってて思い出しましたけども、確か特殊部隊にこのハンドガン使ってましたよね。なので、これもダメージ版のヘッドつけております。いや、やっぱちょっと思ったんですが、ダメージの具合が違うヘッドパーツも、こっちの普通のターミネーターの T800 につけてもよかったんじゃないかなと思いますね。まだ片目が残っていて、内部の骨格が見えてるやつがあると、なお良かったですね。 これはグレネードランチャーの弾がついた団体でございますね。T800 本体につけることもできるようになっております。サイバー団員車のね、シーンが一番印象的なものですよね。こちらはグレネードランチャーでございますと、これは、まあ終盤でも使っていた印象がありますね。紐がついてるのを今逆に持っておりますが、まあ本来はこんな感じか。まあこれも特段造形とか塗装は問題はなさそうですね。武器は本当気合入って作ってるよ。この団体はですね、 まずこのシュちゃんの首首外ししてて腕通してから首を戻すすすこことととででで取り付けることがききまま比較的簡単にできますねちょっとグローブの手首パーツ使うのを忘れておりましたがグローブの手首パーツを使うことでこのグレネードランチャーもねしっかりまっすぐね構えることができるようになるわけですよ若干の角度ついてるのでねここのね細やかな心遣いが素晴らしいと思いますよ片手でポンポン打ってねパトカー吹っ飛ばしてますからね 横を言うとこのグレネードランチャーをパカって開いたらよかったかなとは思うんですがもう全然いいでしょうでこれはガトリングでございますねこんな感じでねカバンにめちゃくちゃ弾が入っておりましてそれと繋がってる形となっておりますのでまあほぼ一体成型みたいな感じかなと思いますカバンを型にかけつつこのガトリングを手に持たせる形となりますねこれもインパクトありましたねこれでと誰も殺しませんからねはいそしてこのガトリング持たせてみます だとかっこいい。やっぱこれ代名詞じゃないですかね。タミネタ2の T800 といえばかっこよ。これバカバカね。撃ってね。警察官とかを威嚇しておりましたけども死者ゼロですからね。とんでもないですね。バカデカ銃火器を構えるアーノルド・シュワルツネイカーというこの絵ね。もうね、宗教画ですよ。こんなの。かっこよすぎるね。メディコムトイにも大感謝しかないですわ。ちなみにこれめちゃくちゃ持たせづらいですね。はちゃめちゃに大変でしたね。まあこの手首パーツ見ればわかる。 あるんですがまだね右手のねトリガー持ってる方はいいんですけどもこっちですよね押さえてる方の手首パーツもう限界ですよこの角度もうほぼ触れてるだけな感じはしておりますが一応指は引っ掛けておりますいやめちゃくちゃこれ難しかったですねもう二度とできないかもしんないまあ最悪持たせないっていう風に腹くくるんだったらもうなんかもう開き手パーツ添えるだけでもそれっぽくはなるとは思うんですけどね、まあ、どこまでこだわるかの問題ですよ じゃあ次は T800 のバトルダメージ版見ていきましょうかと、まずお顔はこんな感じでございますけども、すごいですね。マジですごいですね。グロイですね。まあ中のね、骨格というかエンドスケルトンの顔が見えているわけですよね。皮膚もね、ぐちゃぐちゃにね、破れておりますからね、血の表現とかも非常に素晴らしいですね。まあ目とかも光っている状態とかを塗装で表現しておりますし、造形周りも特段問題はなさそうですね。横から見るとめちゃくちゃやっぱシュワちゃんですね。 いいね。わあ、痛い痛いた。痛い痛しいですね。この頭の後頭部のところもね。結構グロいけども、これ YouTube 的に大丈夫なのかはよくわからない。首のところもね、穴がね、空いてるような感じになってるので、結構気持ち悪いことになっておりますが、やはり造形はすごいよ、マフィックス。ちなみにこのダメージヘッド、互換性はあると言いましたが、抜くときにこのボールジョイントを持ってかれることがたまにあるので、これはもう自己責任ですね。ボディはこのような感じになっておりまして、ノーマル版とジャケットとかは同じ。 ですすががダメージ表現が施されております団体のねこのベルトももね穴がが開いて血がついてて血おりますけどもここですよね。ここ。ボディの、うわ。すごいよ、これ。まあ、皮膚が裂けまくって、内部のね、ボディも見えておりますよ。これ、すごいな。血の表現も、ここもまた塗装で表現されておりますが、マジで今回は力入ってますね。グロいね。で、腕はこんな感じで、左腕に関しては、このように引きちぎられておりますね。コードみたいなのがね、飛び出て、 おおりりままましてててて血ががいいいいいいるるというねねねグロでですすこれも、ね、逆にに右腕腕は普通にまだ残っのちょっとあれだね。擦れみたいなメザリング塗装とかも施されてて、通常版とはまた違ったね、見応えがありますよね。ダメージもしっかりありますね。交換用手首パーツは全部右手のみて、この銃の持ち手首や開き手パーツに、付属する鉄の棒の持ち手首パーツに、タムズアップの手首パーツ、で、シンプルな開き手パーツ、 が付属しております指先のね、ところもしっかり造形してるのすごいよ。で、下半身部分はこんな感じでございまして、膝のところがね、破けております。出ておりますね、中身がね、ここもしっかり血の塗装がされておりますし、造形も良好ですよ。で、パンツもやっぱり擦れのようなウェザリングの塗装してるので、またここのダメージ表現も素晴らしい。背中から見るとこんな感じで、やはり背中もかなりダメージ表現が施されておりますね。団体にもた、ま がありませんとはいはいこんな感じでございます黒一色だったノーマル版よりはかなり見応えがある感じがしますねさすがダメージバージョンですよ ということで、マフェックスの T800 バトルダメージ版細かく見ていきましたと、もう造形力に振り切ってる感じがしますね。なので通常版よりも付属品は少ないんですが、もうこれ最高すぎるよ。この顔ね。めちゃくちゃ表現、塗装も造形も素晴らしいんですよね。ま、全体的にダメージ表現もね、やっぱり商品名違わぬものとなっているので、めちゃくちゃ気合入ってるんですよね。これ買ってよかった。ま、だいぶ開けるの遅くなりましたけども、んやかんや満足度めちゃんこ。 高いですよ一応可動範囲見ておきますか首の可動はここはもう良好ででこ こっちの肩の可動も水平方向に上がりますね。で、肘も曲がるよということで、破損しててもここの可動はあります。で、腰の可動も良好で、前後左右の開脚もかなり良好。こっちの膝もしっかり曲がるんですよね。いいですね。ただ、設置性は同じくないです。はい、今回の通常版の T800 とダメージ版の T800 をターミネーター1の T800 と並べてみましたと、1作目とは同じ個体ではない T800 ではございますが、 ワちゃんが演じるタターーーミネとーーということでまあ、こういう感じになりますね。まあ、並べるとしたら、やっぱこの2つかな。それなりに時間が経過しているとは思うので、やっぱり1のチワちゃんの方は若干若いですよね。髪も長い感じではございますが、ターミネーター2の時点はまだ若いですからね。この時代にさ、1作目、2作目の T800 のシュワちゃんのフィギュアがこのクオリティで手に入るの嬉しすぎるんですけど。いや、生きててよかったな、マジで。今後出るとしたら T1000 とかね、ジョンコナーとか、サラコナーとかはわかんないですけども、 もも出るかもししないですよく、まあ、言うとねそれ以降に続いたいろんなターミネーター映画のシュワちゃんも出してほしいところでありますがどこまで展開していくんでしょうかちなみに通常版とダメージ版比べるとこんな感じでございますねあれなのかな顔の造形自体はベースは一緒なのかな服とかも同じものを着ているんですがやっぱり塗装がちょっと違って ていやすごい見た目してるよダメージ版もね発売自体はダメージ版の方が先なんですけどねいや見ていて面白いですよねこの比較はね武器にはこのグレネードランチャーを属しております通常版にも付いてきましたが塗装が異なっておりまして特にこの後ろ側のねダメージ表現がされておりますと、まあ、造形とかは基本一緒だとは思いますが が表現がまた違ってて面白いこちらはシンプルな鉄の棒でございますね。まあもちろんダイキャスト製とかではなくて普通にプラ製ではございますが、でけえ歯車にね巻き込まれた腕を取り出すためにね、使っていた印象もありますよね。グレネードランチャー持たせてみましたと、普通のやつと同じように手首に角度ついてるのでまっすぐ構えることができますと、これもそんなにパンパン使っていたわけではなく取れた。手首パーツは若干取れやすい。こういう感じで、寝そべって、 た状態から歯車みたいなところでズンズン上がって きてね T 線に向かってねポーンって放ってね横頃に落とすシーンが一番印象的でしたよね鉄の棒を持たせておりますけどもうもう満身創痍感すごいですね杖のような感じに見えますからね結構この手首パーツの穴ちっちゃくてね入れるの硬かったんですがずっと持たせれば広がってくるのかなと思いますね、まあ、この鉄の棒印象にはありますがそんな武器として使っていた感じはしないですよねどちらかというと確か T 線にぶっ刺された時のものだとは思うんですが なんかこういうい物理武器みたいな感じで持たせてアクションするのもなんかターミネーターとしては珍しい気がするあんまりバトルダメージ版付属品がないのでポージングもの幅も少ないですがやっぱジョンコナー欲しいですねまあなんか最後は T1000 とね戦いを終えてね自分を溶こ炉に沈めようとするところジョンコナーに止められるシーンとかちょっとやってみたいですけどねいやあの時のジョンコナーもね完全にね T800 は父親だと思ってますからね不正の感じがめちゃくちゃすごいんですよねいやシュちゃんんみたたいいなお父さんがいたら最高 で,す、ね、でオプションパーツとしてこのね溶香炉に沈んでいく時にねサムズアップした T800 の腕のパーツが付属しておりますまあ何か本体に使えるものではないのでほんとオプションパーツでこれだけでディスプレイする形にはなりますが非常に印象的なねあのシーンをね再現したものとなっているので地味に嬉しいパーツだったりするよねまあどこにでも置きますからねマジで面白いパーツですわそしてサムズアップ手首も付属しますよ とまあこれをやってた感じはしないですがこの状態ではねでけい鎖で自分を沈めていく時にもう鎖を離した時にサムズアップしてたのでまさにこれなんですよねこの状態なんですよねいや鎖もね欲しくなるななんかジオラマとかあったらめちゃくちゃ迫力出そうですよそんな技量はないけどねまあこの手首パーツに関してはもう奥だけの遊び方になりますね頭も置いてそれっぽく沈んでるような感じしておりますが本当オプションパーツなのでこれ以上の遊び方ないんですよね でも付属してくれるのは嬉しいですよこれどっかに飾っとこうかな <noise> ということでマフェックスの t 8 0 0ターミネーター2の通常版とバトルダメージ版を見ていきましたけどももうクオリティさ最高すぎるよほんと僕はねターミネーター2をね幼い頃から何度もね見てきた世代であるのでこのね T800 のね可動フィギュア化自体は何度かされていたと思うんですが、やっぱマフィックスで出るっていうのがなかなかのね、意義深いものなのかなと思います。クオリティも十分ですし、顔の造形もね、素晴らしいものでありましたので、非常に満足度の高いね、シュワちゃんだったかなと思いますね。可動域もめちゃくちゃ広いですからね。で、通常版の方はもう武器が豊富すぎて遊ぶのが大変なぐらいではございますが、どれも印象的なものではあったので、それらが再現できるのは嬉しいところでございます。 そしてダメージ版ね。もうダメージの表現がマジでグロなんですよね。グロ苦手な人にとってはちょっときついぐらいなものではあったんですが、このぐらいやりすぎなぐらいやってくれて非常に素晴らしいと思います。あとはもうね、今後はね、敵だよね。やっぱ T1000 ね、出してくれるとめちゃくちゃ嬉しいところではあります。他の作品のターミネーターたちもちょっと欲しいですよね。異病本のターミネーターも地味に欲しいなってか、マジでマフェックス、エンドスケルトンの後もどんどんね、ターミネーター系のアイテム出してくれ 頼むぜということで僕のチャンネルでこれ以外にも洋画系のフィギュアのレビューしておりますので是非チャンネル登録よろしくお願いいたします。